はい、どうもどうもクロスストーリーです。お願いしますね。あのさ、はい、俺昔から小さい子とか子供がすっごく好きなんだよね、うん、あ、確かにね。いつも近所の公園でさ、うん、女の子見ながらニヤニヤしてんもんね。その時点で危なく、いや、ニヤニヤはしてない。ニヤニヤしてないね、公園で女の子で遊んでんだよね。女の子で遊んでたってどういうことだ。どこをどういじってやろうかって。完全にクソ変態じゃねえか。そんなんじゃないよ。そんな犯罪者みたいなことしてないから。違う、うん、違う。子供が好きでね、うん、俺早く自分の子供が欲しいな。俺との？お前とのじゃねえ。俺そんな腕ねえよ。いや、そんな期待してねえよ。ねえ、いや、子供が欲しいよっていう話な。ああ、俺子供はいいや。いいの？うん、あんなに可愛いのに。可愛いけどね。ああ、どうしていらない。で、子供ってさ、生まれるじゃん。大前提な。うん、で、いずれ死ぬじゃん。急に、うん、急に死ぬとこまで。俺それが許せないの。いや、許せよ、それが、うん、よ。人はみんなね、死ぬもんなんだから。あれダメね。だったら俺子供じゃなくて、子豚の方がいいもん。何が？うん、子豚？子豚可愛い。子豚、うん、いや、人間から子豚生まれてきたら気持ち悪いだもん。だってさ、親だったらさ、子が誰かの役に立ってほしいよ。じゃあもしお前の子供が子豚だったら将来ね、うん、育てていくよ。うん、食われるよ。え、豚肉になるぜ、豚肉。お前子供が豚肉になってもいいの？あと、俺子供のおむつ取り替えるのが嫌なんだよね。聞いてた話。え、話聞いてた。え、聞いてたよ。子豚の話どうなった？え、子豚はおむつになっちゃったの。うん、ああ、子豚の話はね、うん、おむつになったのね。なるほど。いや、そうはならないでしょ。え、いや、なるほどじゃねえよ。なんない？いや、おむつな、じゃあ、うん、おむつはさ、みんな通ってきた道なんだから、それがみんな取り替えなきゃダメだよ。最初の赤ちゃんのうちはいいよ。まあ、まだね。でも子供が70になったらさ、いつまで取り替えんのか。70になるまで子供のおむつ取り替えねえだろ。取り替えないの？70になるまでおむつ取り替えてどうすんの。こっちは100歳とかになっちゃうの。そうだよ、こっちも100歳近いんだからさ、こっちのボクサーパンツ取り替えてほしいよ。100歳がカッコつけんなよ、お前。いいでしょう。なんで100歳のじじいボクサーパンツ履いてんだよ、お前。履いてないの？おう、100歳おむつ履いてやったーって喜んだろ。え、言い過ぎじゃない？いや、言い過ぎじゃない、言い過ぎじゃない。100歳のバーカ、クソ。え、大丈夫？あ、クソまで痩せ。あ、クソまで痩せ。あ、いいいい。あとね、うん、子供ってすぐ泣くじゃん。泣くな、うん、泣くけど。あれやだ。いや、泣くけど、うん、泣いてるところも全部含めて可愛いでしょってね。可愛い？いや、可愛いよね。可愛い？可愛いよね。だったらもう漫才中滑りたみ泣く。いや、それは違うんだって、お前。お前と張り合ってどうする、子供とお前を。俺なんだったら受けても泣く。受けたらなんで泣くの。受けたら素直にやったって喜べよ、お前。そりゃ嬉し泣きでしょ。こいつクソめんどくせえな。おい、俺めっちゃ可愛い。可愛くねえよ、お前。受けて泣いて滑って泣いて、うん、泣いてばっかじゃねえか。そうだよ。じゃあお前頑張ってボケます、うん、お客さんの反応見ます、うん、いや泣き出すよ。おかしいでしょ、泣き出すって。俺どんどん泣いてっからね。どん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 ボケてけ。ボケなんだから頑張れよ。急にモジモジすんな。どうする。なんかね、トイレ行きたくなっちゃった。トイレ、ネタ終わったらいけんだから頑張れよ。もうちょっと行けママー。お前が一番子供だけど、いかにしろ。お前出した。